エラテンさんがね、触れられたくない、過去のことをね、大悟さんがね、動画で、アップされたと、少しね。だからそのお返しに、エラテンさんもね、大悟さんのね、嫌な触れられたくない過去をね、ちょっと動画で出しています。タイトルは女子中学生には優しく、エラテンには厳しくす、メンタリストを大悟は悪くないと、そういうタイトルですね。まあなんか、女性問題ね、若い時のね、エラテンさんに言わせれば、僕は可愛くないから可愛い子は優しくするとね、そういう大悟さんは悪くないとね、そういうような、逆反論ね、大悟さんは悪くないと言えば悪くないけど、私から言わせれば大悟さんは悪い、どういうふうに悪いかというとね、皆さんよく考えてみてください。あれだけのイケメンですよね、頭もよく、メンタリストね、メンタリストね、もう女性の心理から何からなんやら、多分いろんなことはすぐ分かると思いますよ。それだけの能力というかね、性能を持っていながら、この女性問題がこの一つだけ、まだいくつかあるんか分からんけど、この一つ取り上げ、一つしか出てない問題、ということ自体がね、問題だとも僕は思います。あのね、男というのはね、単純なんですよ。もう理性とかなんとかではね、なかなか制御できない部分があるんですよ、女性のことに関してはね。特に若い時はね、理屈じゃないよね、こういうのはね。だからね、この部分を取り上げてどうのこうの言うのはね、どうかなと思うけども、まあマスコミはね、まあそれが仕事だしね、お金の対象になるから仕方がないといえば仕方がないんだけど、まあそうした報道の仕方もいいけども、まあ僕がね、編集者ね、記者だったらね、逆にね、大悟さんのこれだけの能力でこんなに、なんというか、自分のなんてミスがないというかね、本当女性問題も普通ならね、もっとありますよ、普通の人なら。もし僕がね、大悟さんぐらいの能力があれば100個ぐらいあるんじゃないか、もしかしたら。だからね、僕なら逆に大悟さんのそういうところのを取材してね、記事にしますね。そしてそれがね、いいとは言わないんですよ、僕は悪いと言いますね。あのね、人間というのはね、いいことも悪いこともいろいろあるんですよ。いいことばっかりじゃないしね、悪いこともするんですよ。そうしたね、本当弱い人間、一人の人間がね、なんというかな、ミスを犯さないようにというかね、いろんな欲望を抑えてね、生きていく、坊さんじゃないんだからね、本当にそういう生き方をね、なんというかね、人が求めて、何もかもピシッとしてね、規則正しく美しくとか、そういう人間を求めて、それがいいという方向性はね、個人的には嫌ですね。まあこんなこと言うとね、またバットマークが増えるかも分からんけど、男の人ならね、自分のことを考えてみればいいと思いますよ、ね、もし自分が大悟さんだったらこの程度で収まるかというかね。昔もそうだし、今でさえですよ、今でさえお金もある、ね、時間もある能力もあるのに、そう大きな問題を起こしてないというか、まあ問題を起こしてて、まあ、今回ね、いろんな、まあ、YouTube 上での問題は起きてるけど、社会的なね、なんというかな、妙なことにはなっていない。これはね、なかなか大したことですよ。なかなかできないですよ。自分をちゃんとこう、律しているというかね、制御している。ね。まあだからといってね、僕はそれがいいとは言ってないですよ。僕が、大悟さんが悪いというのは、それが悪いと言ってるんですよ。
ね、だからもう少しね、なんていうかな、おおらかに人生を楽しんでもらえばいいんじゃないかなと。まあ変な、いやこれも余計なお世話やね、本当。もうちょっとね、わかるよね、気持ちはもうすぐわかるよね。お金もできて、名前も売れて、妙なことはできない、という立場上のあれはわかるんだけども、そうした生き方をしていくと、こんな言い方もなんか横着そうやけど、スケールの小さい、ね、作品になってしまう。ね、まあ、作品という言い方もね、ちょっと抽象的で分かりにくいかも分からんけども、物を作る人間なら、この表現が分かるかも分からないけど、ついついね、自分の分かった範囲で、ね、ピシッとやってね、何に遜色もないようなものをこう作ってしまうとね、できてしまう作品にはね、力がなくなってくるよね、どうしても。個人まで収まってね、よくできてるけど、それがどうしたみたいな、そんな感じ。ね。それよりはね、少々、枠から外れても何か自分の思ったようなことをした方がいい表現ができるという、まあ、まあこれはものづくりの人なら多分僕が言ってる表現が分かると思います。まあそういうことで、今回はね、大悟さんは悪くないことはない、悪い、もっと自分をぶっ壊そう。